回戦5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー 190.5 センチ、 129キログラム、 USA ケリー・ショーリー。赤コーナー 182 センチ、 103キログラム、リングスロシア、エメリア・エンコ・ヒョーダーリン。さあ、この第3試合からトーナメントルール5分2ラウンド、延長戦は1ラウンド認められています。ワールドタイトル決定トーナメント、これはヘビー級の区分になります。1回戦、エメリア・エンコ・ヒョーダル、リングスロシア対、そしてアメリカからケリー・ショールがやってまいりました。これはまあでかいですね、ヘビー級ですね。でかいですね、本当に。両者の体重差は26キロ差ですか。なんかあのヘビー級というのは90キロ以上なんですが、もちろん上限ないんですから、こういうことは ね当然あるんですが、はい、さあどういう戦いになりますでしょうか。おっと、変わっていった、ミートトラック、ミートトラック、おっと、変わっていった、打撃を得意にしています。そして、まあ、サンボの選手でありますが、おっとっとっと、そういったことを言ってる人がないか、組になった、そして、おっ、初めてグラウンドのテクニックだ、初めてグラウンド表情が上がっています。今まで隠しておりました、そのグラウンドのテクニックはベールの中だった。決まった、腕しげなし、おっとっとっと、負けた負けた、いや早いですね、やっぱりね。そうですね、あと今逃げた、ショールもさすがですね。あ、ちょっとね、カットしますよ、どっか違ってますね。今ですね、選手のどっちがですかね、血がついてますでしょう。ヒョードルの方に血がついてますよね。ブレイク、今の陣地よく抜けましたよね。このエメリア・エンコ・ヒョードルは後楽園ホール大会でデビューしたんですが、その後に昨年の12月、トーナメント B ブロックに参加しています。あのヒカルド・アローナ倒しましたからね。そうなんですよ、はい、おっとミドルキャッチした、キャッチしながら、おお、タックル、タックル、26キロ、そしてアクエス、おお、いろんなものを出してくる、いろんなものを出してくる、抜けられましたね。ケリー・ショールもついてきますね。ついてますね、そうですよね、はい、さすがレスリングプラス柔道のテクニックを持っているケリー・ショール、でかいだけではありません。アキレス腱を取っています、ヒョードル。足関節に関してはちょっと明確ないですね、ケリー・ショールは。そうですか。さあ、ヒョードルの3歩の技、このアキレス腱固め、柔道ロシア選手権優勝、そして3歩ロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権も勝ったことがあります、エメディア・エンコ・ヒョードル。もちろんグローブも練習しています。ジュージュになってますね。さあ、ジュージュー、ジュージュー、早い早い、おーっと、いやー、腕がひねりました。1ラウンド1分47秒、1ラウンド1分47秒とコールがありました。今日は純粋にグランだけで勝負しましたね。ですね、あの試合の前では状況を相手によって立ち技と寝技を決めるよと言ってたんですけども、はい、まあ、この選手ですね、ボルグハイン率いる、はい、通称オオカミ軍団という、はい、軍団がいるんですけども、その選手の中でもですね、アターエフという選手と並んで、この2人のハンが非常に期待している選手だと言ってました。はい、金原さん強いですね、はい、ヒョードル。ヒョードルのパンチもいいし、数も良かったですね。これはヘビー級で、かなりの戦績を残すんではないでしょうか。この選手と台風の目ですね、はい、決してこちらのショールも弱くなかったですよ ね、はい、しかし、技的にグラウンドの技が一歩、いや2歩も先を行っていたようであります。エメリア・エンコ・ヒョードル、大きな歓声を受けながら控え室に戻っていきます。まだ寝技を見せない男が